飛んで。はい、わっさと思いきやガンガン行こう。行け、200も超えろよ、どんどん超えろ。ここまでの裏切り、目標は1番、1番以外はいらない。はい、岩見にやってまいりました。入場します。おはようございます、お願いします。ちょっともうバラエティも厳しいか、これ。ありがとうございます。やるか、ウルトラマン T が。はい、おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の島です。本日は埼玉県埼玉市にございますチンジャラ会館さんにて、オレうち、俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。岩見に行って私が取ったのはこちら、ウルトラマンティガ。まだみんな気づいてないと思う、ティガのヤバさに。そんなヤバさをここで俺が披露していこうと思います。それでは行きましょう。 Take me, take me higher。 よし、愛を抱きしめていこう。ティガ取った理由としては空いてたから。ここのポイントを貯めると何かで貯まっていくんよ。でポイントが貯まっていってマックスになったらリプレイやったっけな、引いたらそれがチェリーに変換してくれると。で今日チェリーやった場合はそのチャンスゾーンの抽選で、チャンスゾーンの抽選やって、でそのチャンスゾーンから当てれればさらにチャンスゾーンが来る。でそのチャンスゾーンで当てれたら AT、 1回打った時に一撃で1200-1300枚ぐらいかな、ポーン出したんですけど、その後ポーン下がったんで一瞬で1000枚を飲むし、一瞬で1000枚ぐらい吐き出すっていう魅力あふれる台でございます。まあさすが強楽って感じの台ですわ。で一応俺この後人と会う約束があってね、まあ言うてもそんなクソほどマックスダッシュで買えるわけじゃないんやけど、ええ頃合いまでに万枚とか出てくれたらええなと思ってる。でもこいつで万枚で遊ぶとめっちゃ時間かかんのよね、出玉スピード遅いから。ただ爆発力自体はあるから朝一一発目の AT で叩き壊せればって感じで、その人っていうのがね、 T さん急に連絡来て、あ飯でも行こうよ言ったら、いや全然時間あるんで行きましょうかって言われたんで今日行くことになった。だからそいつと会うのも楽しみやし、今日は実戦も楽しみなんよな。はい、緊急招集モード、これ前兆ですね、チャンスゾーンの。さっきチャンス目引いたんでシステム的にはそんなに難しいことないんですけども、いわゆるチャンスのチャンスを地で言ってる台なんで、そこに、まあ、打ち手としてイライラを隠せない部分もある。あ、赤いったな、チャンス目からか。そんなに強いないけどね、メルバフリーズしてるかな。うん、タイプチェンジ。そうそう、2つタイプあるからね、こっちの方が強かったはず。いや、チャンスゾーンに当たるだけでこのね演出の派手さ。はい、じゃあこれでティガチャンスかな。はい、ティガチャンス。まあ、一応出玉若干増えるんで、でこれを選ぶタイプとして、チャンス小口に完全小口に、あと小口とチャンス小口です。でオールベルでもクリアなんですけど、もうこれ外れ目止まったから多分アウトやな。リプレイの 8.5%、 弱霊薬 30.5% の強霊薬 100% と。でここもポイント溜まっていくから、要はこれでタイプモードが変わればここでリプレイ引いてレア公約に書き換えて熱くなれるっていうこともある。おお、トリプルびっくり、これはいったな、強霊薬やな。チャンス目、この後告知が来ると思う。あ、これウルトラバトルモードの画面ですね。何も告知が出てないのにこうやってキュッと出されるとびっくりする。ここはまず選ばれる怪獣が大事。画像と2ね、強いやつや。ちょっとこのフォルム見るとさ、ジャミラを思い出すんよね。画像と2はリプレイが弱点です、 20% で、この小ぶりのベルでも 10% 弱レイヤー 30% の強レイヤー確定です。10ゲーム間オーリプレイ 20% 当たってくれよ。あ、ティガスラッシュはちょっとどうやったっけな、弱いか。はい、20% 引いてもこんなもん。でこれ揃ったら当たりか。おい、やってくれんの、リプレイやったわ。で最終ゲームは霊薬引っ張ってこれたら 50% 以上やれそうな気するけどね、ハンドスラッシュやったら。あ、 V ベル、ほい、ふざけてるやろ、舐めた台です。はい、終了。でここは赤一色になってるんですけど、これタイプチェンジした場合はリプレイ引けば 100% 強チェリーを引っ張ってきてくれるっていう状態になる。だからティガチャンス行きやすくなるよっていうヤマックスね。でこれ
中途に今マックスになったんですけど、別にだからといって、据え置き確定ではございません。リセットされると内部的に複数ポイントの抽選するから、10ゲーム間でラスト2いいっすね。まあリプレイ1回も引かれんこともザラにある。はい、さようならです。こういう台、俺はありのままを伝えたいと思ってる。ティガの無理やり面白いところを伝えるとかではなく、ありのまま、ティガのありのままです。ティガとはこういう人間っていうところをね、伝えたい。お、いったね。はい、終了。いや、まだ TC はこんだけね、ポコ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 いってほしいよね。66ゲームです。はい、残念。はい、はい、残念。はい、239ゲーム。はい、投資1万5000円ですと。完全告知でもやるか。あと2ポイント貯め切れたらな、ここでリプレイ引けばいいだけの簡単なお仕事になんねんけど。おっしゃ、溜まった。どっち、オッケー、パワー。リプレイ引いた瞬間にウルトラバトルモードは確定する。決まった。おい、久しぶりのウルトラバトルモードや。おい、快感。もうすっごい暴れてる。次こそ勝つぜ。いやー、ゴルザか。ゴルザは確か V ベルで 20% か。オーケー、 20% 勇気。もうやる気るしかねえぜ。お、ゼペリオン光線ってことは言った違う。はい、よし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 、ようやく。さてで、こっからなんよね。まずは枚数決めるゾーンがあって、3回上乗せチャンスがあんのよ。初当たりビッグやったっけ。バーないよね。はい、レギュラーあった。そっか、ビッカクに1000円があったらあかんかった。そういえば AT 行くのチュラミングなおやわ。でこれ終わったらもう1回さっきのバトルモード行きます。だからそのウルトラバトルモードのループでなんとかしなさいよって感じで、ここはビッグへの昇格抽選やってんねんけど、確かね、かなりきつかったはず。はい、1個。3連続レギュラー行くと次回は絶対ビッグになりますよって感じ。はい、でバトルモード、またお前かいな。買ってはいいんねんけど、こいつが一番まあ多分抜きにくいよな。はい、ただまだ 20%。 ふい、キックは弱い。オッケー、もう一丁いってみよう。スカイタイプいったんちゃう。レア役でしたね。お、いけるやろ。おい、ボケやな、ほんまマジで。いやー、もうラストチャンスにかけるしかねえ。行こう。ハンド、あ、リプレイ、ワンチャンどうですか。 10% と。あー、手出るぞ。メインの AT までの助走が長すぎる。腹立つわ。まあでも移動先もないからね、もう一回ウルトラバトルモンド抜いていこうと思う。お、チャンスをいったね。31ゲーム。いや、これには行くんよな。行くけど突破ができない。おおほ、ナイス。まだ1万8000円やからさっさと回収しちゃいたいわ。ビッグ悲観とお話ならんっていうのをさっき思い出してしまったからな、その記憶は沈めときたかった。じゃあ行きます。ウルトラバトルモード、バトルドーム。言いたくなっちゃうよね。あ、またお前、もう嫌だゴルザ。おっと、やる気やんけ。ティガ、ティガ、あー 30%。 OK、 パワーならいけんちゃうの。デラシウム光線当たらんかった。嘘しゃ、欲しいですと。 Go to heaven。 あ、ファー、壊れたファービーになってもうたわ。はい、あと1回バー引いたらその次のボーナスは密閣です。だここは必ず通そう。えい、オーケーオーケー。まあまあリプレイやからね、画像と。いや、それでも 20% なんよな。お、いきなり変身した。蹴り1ゲーム目、これ決まるんちゃう。お、ナイスティガ。俺ここでループしたん2回目。よくわからんよね、ここで2回目って言われても。勇気、はい、マジやったってもええねんぞって気持ちになってもだわ。さあ、宇宙の真理に気づきに行こうか。あー、こいつか。何が弱点かわからんのよね。当たればビッグか。え、キリエちゃんになってから子役1個も引けてない。あ、ギリギリ間に合った。避けられんじゃんこれ。おい、腹立つわ。あ、V ベル引いたぞ。決める。とりあえずまあもうここまで来ちゃったから、ビッグ1回引くまではやろうかなと思うけど、ほんまにあの改めて実感したね、ティガという名の強大な魔物の凄さを。まあ次で仕留めよう。しっかり引きは悪くない、ただ AT ができてない。はい、ティガチャンス観天井です。613ゲーム、投資3万5000円。これで通ってくれりゃいいんですけどね。マックスだわ、これはチャンス。とりあえずここ通したい、ラストチャンス。きたー、強チェリーなら突破確定。弱チェリーでも3割、頼む強チェリーで。
よし取った。あぶねえ。勝負どころいきます。多分こいつ出てくるはず。キリライトゥ、あーリプレイだったらこれ 20% ハンドスラッシュ。おいった。やっとビッグ。さあビッグで平均獲得枚数777枚なんですけど、そんなに取られへん、まあ、400枚から500枚ぐらいなんやけど、事故らせればやから、平均777枚から上に触れさせることも全然ありえるからいきます。はい、何も恐れることはなし。ブルオッケー、すごいでしょう。自己主張の塊、落ち着きなさい。今からですからね、この次から暴れてほしいところやから。いきます。さあこっからね、3回上乗せチャンスがこんなやったっけな。タイプが変わって、そのタイプによって厚さが変わるみたいな感じ。まずファーストカード、いきなりパワーやん。いいね、乗るときがでかい。で3連バーを狙いが来たらチャンス。これ決まってく。でこの揃ったラインによってこの後さらに乗るみたいなのが変わる。これはそんな強なかったんちゃうかな、斜めは。ほでもワンチャン、ティガーお願い飛んで。はい、わっさと思いきやガンガン行こう。いけ200も超えろよ、どんどん超えろ。ここまでの恨み200枚、これでバグらせる台やから 200TP で1回につき最低保証枚数が乗っててって感じ。来い、揃えば OK。 OK 来るかな。よっティガー俺を助けて。よし、斜めの方が扱ったっけ。パワー、ええねえねえねえ。おい200 OK。 よし行こう、次セカンドアタック、平均まであと240枚、頑張っていこう。スカイいいよ、スカイもいいよ。まずは50枚目のせい、おい来いよ。わあえい、あースカイは50枚のみ。終わるのにこうやってサクッとしてんだよ。パワーで2回引けてたのでかいよ。もう一丁パワーいこうや。パワースカイナチュラル、おいオッケー。これはいきます、大丈夫、望みは届くよ。復活やろ。え、気抜いたわ。さようなら。まあそれでもう640枚で、こっから上乗せ、枚数を上乗せしていくって感じ。またあの特化ゾーンとかに行く可能性もあるんで、いろんな特化ゾーンで枚数をガッと増やしていくって感じ。なせばなるみたいな感じで、これが終わったらウルトラバトルモードに戻ると。だからそこで無限のループをね取っていければいいなって感じやけど。はい、降格。いやー、しかしここまで地獄やったで、ほんまに。感情を失うもんね、ティガは。売ってるとあのウルトラバトルモードスルーしとったらまたやり直しでしたから、ゼロから。だからこれ乗りこなしてる人たちはめちゃくちゃ自信持ってほしい。パチスロ上手って思ってほしい。大多数は乗りこなさらへんから。お、ティガー、お、上乗せしたスイカから、えい、ナイス。10枚基本は10枚。お、レア役めちゃくちゃかーい。お、上乗せした、よかった。2回目、20枚、いいね。オッケー、こういうところで強烈なんよね結局。お、レア役は引いた、えお、オッケー。上のせい30枚、いいよ。さあなんか引っかかってるかな、薄いけど。パッチ、うーん、顔、お、超広角や、熱っ。レア役やな、あー超広角終わっちゃった。オッケー、誰、あースカイか。でもリプレイ引かれんかったら一緒やからな。あ、銀波ってことはリプレイじゃない。リプレイ強チェリーでお願い。 OK OK、 リプレイ OK、 2連続強チェリー、もうパワーと変わらん。おお、あ、これはねチャンスゾーンとかじゃなくて単純な前兆です。これで勝てれば何かしら当たるみたいな。行くからって熱いわけじゃない。かなり厳しいゴルザは、まあ、強チェリー2回分のゴルザです。吸ってこれで終わり。はい、どぎついでしょう。やっぱモードを上げるっていうのがめちゃくちゃ大事なんよな。で特化ゾーンいかんとやっぱりほんまに様に乗らんから。あ、パイル消えた、何が起こる。特大の何かください。強チェリーかな、強チェリー。まずは上乗せ、パネル消えるってことは上乗せこれでかな。これでさらに特化ゾーンついてきてたらほんまにもう大盤振る舞いよ。ティガが自分で自分をアピールしようとしてくれてる。俺の息じゃない、彼の力、ウルトラヒーローの名に恥じひんような展開を見せてほしい。あー、おらんかったっぽいね。まあまあでも100倍上乗せ、なかなか選ばれるもんちゃうから。お、やる気、お、強チェリーや、あるよ特化ゾーンワンチャン。はい、
あー全長でバトルか、どうですか、誰相手。いやもう無理だ。お、でもチャンスアップした。わからんぞ、あるか、白いカットイン、よし、何かなと。あ、普通に上乗せでした。そっかそっか、上乗せもそうやって見せるタイプやったね君、忘れてたわ。カラータイマーモードですね。ここで一応引き戻すことができればティガゾーンっていう特化ゾーンに入ります。でこれが終わっても確かバトルやったはずなんよね。レアエグ引けば問答無用で継続確定、むしろレアエグ引かな無理やと思う。はいはいはい、ダメ。はい、というわけで924ポイント。これはあともう一回続ければ、あ、ループモード入ったんかな、そのバケ3連したから。でもこれ抜けたら多分ゼロになっちゃうと思う。何も引け、マジで何も引かれへん、嘘やろ。いやだからこういうとこなんよね。えい、終わり。出すなそんな、負けんねんから。分かってんねん、太陽薬か何か分かってる時点で分かっとんねん負けんの。まあまあまあ、1回でもねビッグ見せれたし、結構枚数取れたんでよかったです。あと3ポイント貯めたら一応赤のパワーが出てくるんで、それは見とこうかな。でチャンスといてもう1回入り直せたらね、それはそれで OK なんで。おし、当たってた、ナイスです。まあ赤までいけば大丈夫よ、そこだけはね。締め落としと、えっ、せやろ、外れたわ赤。ちょっと周り見ていきますわ、これ以上打ってたら頭おかしになってます。はい、移動してまいりました、バスマスの永遠の消防隊。ゴリゴリ曲げてる。こんなグラフでございます。かなり厳しい展開を強いられてましたね、前任者の方は。まあ引き次第ではこの逆もしかりなので、いきます、永遠の炎に着せラトム。前回永遠打った時かな、もうゴジエバで負債を抱えた状態でいって逆転の一手につながったんで、今日もそんな展開見せていければなと思います。ます、青や、熱っ、初めて白以外のものを見たぞ俺は。ってことはもうチャンスゾーン当たってるかもね。おっと、これ全長いって当たるってパターンある？ってことは通常のカットインやったから光線って確定になるらしいねんけど、今のグラフでそれが確定すると4頃ならば4かな。あ、これ当たるね。まあ、6の可能性もありえっけど、あのグラフじゃな、これ当たるっすよ。はちょっと強チェリーとか引いてくるとわからん、これ書き換えあるからフェイクの時に。強チェリーやから全然書き換えたかもしれへんけど、どうなるやろ、よもややろ、なんぼ負けてんの。3500枚マイナス7万負けてんのか、わからんもんだね。はい、当たりです。206ゲーム変換から、変換から自体だったもん、めちゃくちゃ久しぶりやわ。はいはい、構成テストはジャック、はい、光ったね。おい白、ここで青とか出てほしいんだけどね。はいはい、ここもね一回変換しちゃったらもう30ゲーム使い切るみたいなパターン多いから結構大変よな。こっちか、まあ、30ゲーム使い切る方向でことが動いとる。緑までやってきた、あ、行ったなこれ。赤や、移動大成功、移動一発目のあたりはいつも早いんよ俺。はい、これで外れたら笑い者、さっきの赤とは大違い厚さが。はい、その魂を A の炎にして29ゲーム、よろしい流れだ。さあエピソードの種類このレバーで決まる。とりあえずネザーで、はい、うわ、前は一気に5。おい、ずっと運営広告ばっかりやってたから永遠チャンス久しぶりだぜ。おーし、熱い変換やね。おい、あえて押さない、奥奥奥奥、うわー、ローさんいけるか、ひなわ、 OK、 ナイス、完璧、 OK、 18ゲーム、おい、900枚ぐらいで3枚的にはプラス。嘘やろ、決まった1ゲーム連、いや気持ちいい。はい、斜め翔くんです、おれ1ゲーム連乗ってるね。あー、やっぱり永遠やわ。250したか今は、まあ、関係あらへん、いい。はい、ボーナス4回で524枚、いきなりレア役、はい、いきます。うわ最悪、あーあるね、まだストック、よかった。 OK、 行くぜ、次は当てよう。おい、2連続変換なしじゃないかい。おった、助かったわ。4回目、いやもう当てな、マジ困る、変換しろっていうか OK、 ならんならんけど当たってそう、雰囲気でわかるぜ、ね、OK、 遅かったけどね。へいへい、63ゲーム、おい200枚、はい、行きます、スルー
これはちょっと厳しいかな。届きそうで届かないぐらいになっちゃったな。完全にしくったね。全然まくれる体勢整えれてたのに俺のひげが悪かったわ。お、おるかな。おし、273ゲームっすね。当てるぞ。開演騎士だ、かっこいい。お、俺は後期カモン。えい、ならん。うぅ、またアサルト。あ、グッドラックしたわ。オッケー、ナイス。ビッグとかないかな、薄いけど。292ゲーム。はい、レグ電動車の影か、影影しろ。お、緑まで一気に上がった。あるんちゃう、またこれもらった。やるやんか、アイサ。はい、もらいましたよと。ドン、さっきよりもストック取りに行く。グッ、おし、寝るぞ、カモン。あ、上から2番目、最低3つやね。期待ストック数が4つで、全部落としてプラって変える。仮面舞踏会いける。いきなり後期ならんか。でも奥行くね。 OK、 マーキさん、はい、ナイス。あー、通常か。まあまあ OK、 OK、 まくれる助走はつけてるで、完全に。はい、250以内しさ、関係ない、当てるからね。 OK、 2連目で変換。 OK、 またフレイル、完璧だ。はい、マキさん最高、マキさん最高、パネルショット。はい、終了。まだまだエンジョイ。おお、次回予告。こんな次回予告とか絡んでんねんから、クソ熱いの来るんじゃない。おい、普通の画面だ。まあ、とにかく当てよう、5回目。おい、 OK。 思わず竜魔王神が出てもた。はあ、いいね、金カットイ。オーケー、イラハイキシオードの。はい、79ゲームようやく当たりましたわ。今日最大ここがマックスやからね。超えれたらまくれる。そう、自分の限界を常に超えていく、それがスロッター。250ね。いや、終了画面が設定したの全然出てけへんね。強チェリー、あ、強チェリー、あー、ちょ、1ゲーム遅い方が嬉しかったな。でもこれで内部のモードね、アップ抽選やってるからいいモードで。よし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 、引っかかってんね。もう一段下がろう。 OK、 来たー、最新ブー、激アツ。 OK、 もらった、もらった、いくよ。あーはー、今日聞けないなー。まあでも OK、 OK、 プラテンまで行きました。まあ、ある程度やっぱティガで枚数取れてたっていうのもあったけどね。こっからはもう無限に伸ばしていく。あいよー、しゃ、真のヒーローは消防官。 OK、 オーバートゥーダギル。はい、いやー、しかし乗ってきたな。シンラがよう言ってましたけど、俺はヒーローになるんだよって言ってたけど、マジでお前がヒーロー。3期もやりますからね、楽しみで仕方がない。おっ、かっ、うわ、マジでゴールデン、永遠チャンスストック。牛よ、弱レアからは牛よ。 2% リカちゃんもびっくりで、これベニバルエンブの可能性もあるから、あっぱれ。あー、構成テスト弱。前もこんな感じからベニマル出てきた気がするけど、過度な期待は元気いきますと。ベニマルエンブ、コンロの頭も見せたいからね、もうちょっと上にしとくわ。え、ベニマルエンブじゃないの、内部的にベニマルエンブやろ。俺初めて見たけどね、あれ。当たらんのかーい。おい、ならない。おい、よけた、ラッキースケベられかな、それで。はい、ナイス。いや、ラッキースケベラレもようやく動画で見せれますわ、スマスロなってから。おい、まあビッグでしょう。おい、あー、かわいい。はい、久しぶりに聞きましょう。 OK、 はい、終了。282枚結構取れたね。1657枚と。さあ、次当たれば持ちコイン、ここが2000枚になると。やっぱ楽しいな。棒振りもめっちゃ面白いですけど、永遠も面白い。本当にパチスロは面白い。午前中が嘘みたい。うっ、たー、当たればエピソード以上。マキさんのエピソードを見せてくれ。当てるぞー。もあー、もらいました。誰のエピソードやろな。もう一発目でも待たせないと。完璧、気持ちよすぎる。はい、うう、アーサーエピカ、かっこえ。初めてのキャラクターエピソードはアーサーでした。ほい、いきます。
なんもレア役引けんけどかっこいい。エピソードボーナス当選したんで、永遠ジャンズのストック1から9個ストックです。だからどれだけ続くやろうなって感じ。行こうぜ。オッケー、ナイスー。危ねえ。飛ばしていくぜ。ナイスー。おい、うわ、来た。あ、ストック枯れてた。ダイナミック否定来ちゃったな。17セットでしたね。もうこっから止まらんぜって思ったらスッと止まった。完全まくりしましたからね。ただこんだけ出してもグラウ的にはマイナスやしね。お、うん、8点か。行くしょ。おい、ただチャンスゾーンには行くんだ。はい、初当たりのチャンスゾーンです。このチャンスゾーン抜けちゃったら天国まで回してって感じにする。当たるのが一番いい。一回バトルでスルーしちゃった。まあそうよね。はい、というわけで88抜けちゃったんでこれでやめようと思います。終了画面系統とかから見てもで、グラフ的にも見ても、まあ、僕が打ち出す前の人と込み込みですけれども、こんな感じになっちゃってるんで、この辺のスルーのところのね、跳ね返りが俺のところできたんかなって感じやけど、浮いてるうちにやめる。35,000円、朝虚無からのこのまくりはヒーローの方々のおかげでございます。というわけでこの後は店内状況の方行こうと思います。お疲れでした。明日どうぞ。バイオが、まあ、一撃でゴーンと上がってからなんですけれども、まあ、3箱持ってるという感じです。グランベルムが6箱持ち、4000枚って書いてるっすね。メダル機の永遠の方も2000枚、2箱持ちっすね。で、一応カバネリが2箱でグラフプラスの方で、こちらの方が3箱で、一応スマスロ系統こういう風にガーッと本日の最大枚数出てるやつがあるんですけれども、モンキーターンが9000倍分出てんな。ミサオが147分の1で、上に1箱、手元に1箱あります。でバンゼロもかなり綺麗な感じでグラフ上がってて、2、4、5箱。イニディは人変わられてんのかな。マックスで3000枚ぐらいまで出てたっぽいですね。でシンフォギアが55の22回で1箱、これ前のやつです。でこちらの方の花火が20の13回で129分の1で、鏡がね21の12回で2000枚持ちです。で棒振りがちょっとしんどそうやったんですけども、なんかガッと伸びてますね。で北斗無双はこちらの方が1782枚持ち。で一応ずっとこちらのマクロスの方はプラス領域ではありますね。本日最大が3500。北斗は初当たり確率わかんないですけど、16回取られててグラフがプラスの方の台。こちらの方で、こちらの方は持ちメダル5900枚ですね。5回初当たりですけど、一撃でゴーンって伸ばした感じかな。でモンキー、こちらの方は11回初当たりで持ちコインが4700枚で、こちらの方がさっきの9000枚のモンキーですね。10回初当たり取られてる9300枚。こちらの方のモンキーも本日最大は3300枚ですね。11回初当たりで、乙女はこちらの方が4300枚持ちですね。19の14回。ゾンサガが2700枚。バンホーは一応こちらの方グラフプラスですけどね、最大が2800枚で、17の24回で127分の1のアイム、24の16回で100分の1のアイムですね。でこちらの方は22の21回で100分の1。はい、以上です。まあもろもろはエンディングの方でお話ししようと思います。お疲れ様でした。あした。はい、お疲れ様でした。というわけで実戦を終えてエンディングです。結果いきたいと思います。投資が35,000円、46枚貸し出してのお店なので1610枚で、回収が2台合計3133枚、よってプラス1523枚となりました。永遠の消防隊様様、さすが。まあ、前回ね、永遠の消防隊2台目に打ってそれでも枕してくれたりっていうのもあったし、ただ今回はちょっと内容が違ったんであれなんですけど、まあ変換の時にガットイン入らず当たるっていうのが高設定濃厚演出みたいなことを、まあどっかの解析サイトで見てて、それをずっと言い続けてきたんですけれども、まあその間当たったボーナスの終了画面であったりとか、まあレギュラーのキャラクター選択であったりとかはもうめちゃめちゃスコプル悪かったんですよ。もうマジ1かなぐらいの、多分あの通常変換なし当たりがなかったら多分速攻やめるぐらいの内容やったんですけど、まあ結果的にはうまいこと言ってプラスになれたなって感じではあるんですが、あのまあ濃厚ってだけなんで、まあ確定ではないんやろうなって感じですね。かなり薄い確率で下でも出てしまうんじゃないかなと僕個人的に思いまして、ほんま解析が出ないと何とも言えないんですけれども、もしかしたらそういうことになってるんじゃないかなと。まあ最近あの棒振りとかでもね、高設定した極み設定2でも出るっていうのがね、あの出回ったりもしてたんで、だからまあ永遠も同じように濃厚やから確定じゃないしみたいなノリであるんかもしれないですね。まあそういう示唆系統をある程度めちゃめちゃ強いとかさ、濃厚とかっていうのが先出しで出ちゃうじゃない、情報で。今回の永遠に関してはわかんないですけれども、まあほんまに早めに解析出してほしいし、まあ遊戯ではあるけれども、自分のね大切なお金を使ってね遊んでるんで、確率で出してくれたらね、まあある程度納得できるし、まあ、結果的に勝ったからそこは大団円なんですけれども、なんかちょっと引っかかるしこりのようなものが出来上がっちゃったんで、どうなんやろうなって感じですね。はい。で、ウルトラマンティガーに関しては、まあ、なんやかんや文句だらだら言いながら打ちましたけれども、まあ、ほんまにあの、ワルス特化ゾーンとか面白いんで、うん、ただ出すのが本当に難しいんで、ティガで出してる人たちはもう素晴らしい、かけでございます。はい。まあ、とりあえず、やはり永遠の消防隊との相性っていうのは、めちゃくちゃいいと思うんで、これからも、先発で打ったり、抑えで打ったり、中継ぎで打ったりしていくと思うんで、本当にあの、長生きしていただければなと思います。そして、
いろんな解析早く出してくださいね。こちらの方もお待ちしておりますと。といったわけで本日の動画、まあ、ティガ永遠の消防隊どっちでも、まあ、面白いなと思ったところとか興奮したぜ、ようやったな、頑張ったな、応援したいな、セブズ TV 頑張れよ、そんなお気持ちございました。動画にグッド、そしてチャンネル登録何卒よろしくお願いします。あと SNS 等々もやってますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。というわけでね、映像越しに僕の腕が、白くなってるのが見えてるかどうかわかんないんですけれども、この腕の発疹を収めるための薬を塗ってますんで、泥ではございません。まあ、体にムチ打ちながら、そして、お金を使いながら皆さんにいいところをお伝えしていけるように頑張っていきますので、これからもご視聴、ご声援よろしくお願いします。本当に、本当によろしくお願いします。まだまだ、まだまだ頑張っていく所存でございます。といったわけでまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また。